どうも、これピンクフォーです。そうです。ということです。はい、今回は、ブリッジストーンの、新しいドライバーですね。もうちょっと前に出たんですけど、B3 ドライバー出ました。B1、B2 出た後に、この B3 出たんですけど、2機種出てます。SD、ストレートドライブと DD でドロードライブらしいです。パッと見、見分けがあんまりつきません。若干この後方のウエイトの雰囲気だけの違いと、まあ、この B3 の文字の横に DD か SD かと書いてあるんですけど、まあ見た目、この両方のモデルとも、ほとんどフルカーボン、まあ、フェイス以外なんですけど、すごいカーボンを使って軽量にして、余ったウエイトを後ろに持っていって慣性モーメントを大きくしてっていうのが、まあ、両方で、 DD の方をちょっとヒール側に重さとかそういうことで、まあ、あとはこのサスペンションコア、これはもう共通でついてますね。で、あとはフェイスのミーリングね、意外とほら JGR の方にサスペンションコアが最初について、うんうん、まあ、アスリートモデルの方にサスペンションコアついたみたいなことあるけど、うんうん、もしかしたら次アスリートモデルがカーボンの量が多くなるのかなとか、そういうのも期待はするんですけど、まあ、とにかくこの B3 の方、2機種打ってるところ、うん、はい、見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。はい、見てもらいましたが、これ軽量体のやつなんですね。
総重量が天聖 BS レッド40っていうシャフトがついてまして、 SR と R しかないんですね。これ 280g とかです。で、取扱限定モデルです。だからどこでもってわけじゃないよみたいなっていうことなんですよ。それを2機種わざわざ出したのかというような感じです。で、まあ、軽量なのでヘッドスピード遅い人向け、なのかなということで、ヘッドスピード遅い感じでも打ってますけど、まあ43以下、もっと言えば43って多分出る方の人だと思うから、40以下、の人にはまあまあハマる、こっちハマるんじゃないかなとは思いますね。まあ、程よくスピンも入る、球の高さが出やすいだとか、まあ、軽いことでスピードも上がるとか、まあはっきり言ってこの DD と SD で2機種も出す意味があったのかどうかは分からないですね。まあ、DD と、まあ、ちょっとヘッドのこの捕まる雰囲気っていうのは形状からしても多少は感じたりしますけど、もうヘッドスピードがね速い人にとってはあまりこのドライバーはスピンがすごく多かったです。爆吹けですね。結構やばいぐらいの方かなと思いますね。ゼクシオの12とかと同じレベル、X とかはまだちょっとロースピンだったり、あれはカチャカチャがついてるし、まあ、最近出てるやつだったらステルスグローレの可変じゃないのとか変なやつありますけど、この辺よりも多分ちょっとスピン入ってくると思う。明らかにねステルスグローレクラスの方が低スピンの方に入ってくる、まあもっと軽量のドライバーで飛ぶのはあるんじゃないかなと。まあネクスジェンとか、ああそうね、の方がまあ最近のモデルでいうとカチャカチャにもなったし、軽量なので、どうしても気になるっていう人はこの限定のモデルうちに行ってもいいんじゃないでしょうか。これって JGR の代わりなんだ。だから JGR はもう出ないのかな。ファイズってもうなくなったんじゃない。あのファイズもね、あひとまとめにしたらそうなっちゃったんだ、ね。まあ、JGR とファイズっていうことでいうと、まあ、軽いっていうのと、まあ、そういう JGR 系っていうのなら分からんでもないですけど、はい、ということで、まあ、B3 ドライバー乗ってみたい人は乗ってみてください。以上です、ありがとうございました。